子の茶の間テレビ、いらっしゃいませ。せーの、ハッピーハロウィーン。あれ、主役がいないね。ほんとだ。せーの、りょうこちゃん。第134回茶の間テレビ始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、先にゲストの猫ちゃん、これはヒョウです。ヒョウ、ヒョウちゃん。何と言えばいいんだろう。メヒョウ、メヒョウ、メヒョウたち出てきてもらいました。今日の衣装はどこがポイントですか？この手が可愛い顔。どこがポイントですか？あみあみ。はい、ありがとうございます。彼女たち覚えてますでしょうか？あの浴衣の浴衣美人こと長島明子さんと梅村ゆり子さん、また再度登場してもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はハロウィンってことで、ハロウィンパーティーな感じで登場、コスプレで出てきたんですけども、でね、今日はねパーティーってことで、ちょっと長島牛乳さんから差し入れしてもらいました、うん、イエーイ、ありがとうございます。これは長島牛乳さんでは有名な、ちょっと手を取りますね。長島ヨーグルトと宮城ヨーグルト、今日はねこれを食べ比べしたいと思います、みんなで。はい、では、はい、じゃあどっちから食べていきましょう。あ、こっちから。昔懐かしい味わいの方から、はい、じゃあ長島ヨーグルトの方から。こっちの方が高級なんで、しゃべりながら後から。うん、いただきます。ごめん、ちょっと取りにくくなって。ハロウィンってさ、うん、魔除けのためにやんの？何のためにやんの、あれって。子供たちのためじゃない？なんだっけ、うん、トリックオアトリート。なんかあれだよね、実際はさ、いつも開けて食べ比べしよう。はい、近所のお家とか行ってお菓子をもらいに行くんだよね。うんうんうん、キッズたちがね、うん、あれ大人ももらえるのお菓子。どうなんでしょうね、やったことないから、うん、そうだね、日本じゃ見かけないね。そうですね、最近流行ったものだからね。うん、その波にちょっと乗ってみましたみたいな。ではいただきます。はい、いただきます。表面はツルツルです。うん、懐かしいピュアな味。なんかさ、これさ、うん、あのジュースの味に似てる。何？スポロン知ってる？知ってるよ、もちろん。似てない？あれ好きなんだよね、スポロン。わかんない。なんでも懐かしいピュアな味がする、うん、これあの保育園、幼稚園、小学校、うんうん、病院さん、学校給食とかで使われてるものなので、安心安全はもちろん、なんか万人受けする味わいとなっております、うん、美味しいね。これは何だろう、市販で売ってるヨーグルトと違いますよね、味が。うん、うん、水っぽさがないね、うんうんうん、血のやつは結構しっかりした味なので、うん、生乳 100% で作っております。これで今度売ってみたら、牛じゃないじゃん。なんで、なんでどうなるみたいな。ハロウィンで。あ、違う方がいい、結構がいくかはね、うん、スケットに、うんうん、売れんじゃない。少し時の、こっちの、はいはい、食べ比べ、宮城ヨーグルト、うん、お願いします。いただきます。これ真ん中からこうザクッときたよね、うん、これさ、普通のヨーグルトの2個分ぐらいのサイズありますよね、うん、たっぷり入っても 180g、 美味しい。あ、やっぱ違うね、うん、濃厚、うん、生クリームの味を感じる、うん、アイスクリームみたいで、チーズケーキみたいで、うん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 、これ食べたらさ、うん、他のは食べれなくなっちゃ なっちゃうよね。買わないもん、買わないもんな、うん、美味しい。他のヨーグルト、この滑らかさが特徴なんですよ、うん、これ水っぽくないんで、こうやっても落ちないで。私ね、ヨーグルトって、うん、実はあんまり好きじゃなかったんですよ、うん、これを知るまで。あー、うん、言ってたよね、苦手なんだって。でも、宮城を知ってからヨーグルトが好きになりました。ありがとうございます。こんだけ褒めとけばいいですか？ですね。褒めて褒めて。これなしでは生きれない。あら、じゃあ嫁に来い。いつか行く。本当でも冗談抜きでこれは美味しいよね、うん、なんかちょっとしたこう手土産とか、うん、プレゼントとか贈り物にもいいよね、みやびは。
これからも推進していきますって宣伝になってるけど、ケーキ1個分よりちょっと安いくらいの、そうだね、感じです。だからケーキを買う、ケーキ持ってく感覚でこれ持ってっていいよね、持ってていいと思うんだよね、喜ばれると思う。なんか味がお菓子っぽい、うん、ヨーグルトっていうかお菓子っぽいんで、うんうん、喜ばれる。いいよね、お花も綺麗です ね、うん、ね、綺麗だね。でね、最近ってか先週から私 Facebook を教えてることをまた復帰っていうかちょっと伝えていこうと思って、何年ぶりかに先週からお話ししてるんですけども、2人はもう Facebook で知り合ったんですけども、2人の中で Facebook っていうのはなんかこうどのように使いたいとか、どういうことを守ったりしたりとか、そういうあります、自分の中でルールとか決まりとか、こういうとこを参考にして使ってるっていうのはありますか？やっぱり私の場合は会社とかも実名も全部公表しちゃってるから、うん、やっぱり最低限のモラルとかマナーは守りたいなっていうのを、守るべきところはそのきちんとした言葉で伝える、なんか おかしな日本語になっちゃったりとか、うん、人が見てその嫌だなと思うような、うん、例えば愚痴とか、うん、文句とか、うん、ナーバスなこととかは私は書かないですね、うん、そうですね、そういうのは自分の心に秘めといて、楽しいこととか、うん、こうね、やっぱり人が見て、うん、ああって思えるような好感度が持てるような、うん、Facebook であれたらいいなってって思いますね、うんうんうん、たまに2チャンネルっぽいのあるもんね、見かけるね。それがダメとは思わないですけども、いろんな使い方があるからね。ただ結果自分に返ってきて終わっちゃう感じですよね、うん、あれをやっちゃうと、愚痴を投稿したことによってこの人はこういうふうに思わ、うんうん、こういう人なんだって思われて、だんだんそういう人しか見なくなってくるし、うん、前向きな人はそういう投稿嫌いだと思うし、うん、そういうのはなるべく避けた方がいいですね、うん、なんかありますか？あ、でもあきちゃんと一緒で、あとはじゃあなんかこう参考にしてることとかあります、うん、参考にしてること、うん、私写真を上手に習って Facebook 始めて思ったの、写真がいかに食べ物なら美味しそうに見えるかとか、うんうん、楽しんでるのがいかに伝わるかっていうことを気にするようになって、写真がすごく好きになった、うん、Facebook 始めるまで、まあ、そんなにあれだったけど、うん、初めてすごい意識、うん、写真意識するようになったでしょ。写真もそうだけど、やっぱり自己満足の世界もあるけど、人に見られてるっていう意識はして、うん、いいようにするようにはしてます。そうですね、じゃあまず最低限の基本で気をつけたいこと、まずメッセージ、この人とお友達になりたいなっていう時に申請する前に必ずメッセージを送りましょう。それはですね、 Facebook っていうのはポイント制になってまして、メッセージを送らないとマイナスポイントになってしまうんですね。でもそうじゃなく、人間としてのモラルを守るためにもメッセージを入れてから、こういうものですけどよろしくお願いしますと言って申請することは大事ですよね。あとは写真って今言いましたけど、お客様が、例えばうちとか飲食店なんでお客様が投稿してくれる、そういう時にやっぱ仕事の面でつなげたい時は必ず感謝のコメントをするといいと思います。やっぱりお客さんが来てくれて、ここ来ましたっつって投げっぱなしの やつだと、次につながるのはちょっと、うん、もう慣れ親しんだ前からの友達だったらいいと思うんですけども、来てくれた方にはやっぱりありがとうございましたって感謝の気持ちをコメントでも返すことによって次につながるのが、うん、なんて言うんだろうな、次につながると思うんですよ。それをまず基本的なことで気をつけるっていうか、自分の気持ちですよね、やっぱり Facebook って。何より機械なんですけども、気持ちが何よりも言葉だけなんですごく出ると思うんですよ。だから勘違いもされやすいし、自分のいいとこをアピールするにももってこいの Facebook だと思います。というわけですね、今週も終わりに近づいてきたんですけども、じゃあ皆さんで宮城か長島ヨーグルト、どちらが美味しいか指を指してください。ダダ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 ダ、せーの、じゃーん、宮城が好きです。3対0、宮城です。宮城の圧勝です。そうですね、やっぱこれは、うん、強いですね、今までのヨーグルトを覆します、うん、ぜひね、これ食べてほしい、本当に
芸人の方も食べて、うん、YouTube に載せてたしね、ぜひ試しに食べてみてくださいということで、今週もサノマテレビあのゲストの方もありがとうございます。ありがとうございました。134回今回もご観覧してくださった皆様ありがとうございます。バイバイ。本日もご来店ありがとうございます。来週も見てね。